フレーミングハム駅は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、フレーミングハムウェイブリーストリート417にある、駅。全米各地を結ぶ、旅客鉄道のアムトラック及び、ボストンの近郊輸送を担う、マサチューセッツ湾交通局フレーミングハム、ブースター線が乗り入れている。建設中のフレーミングハム駅1885年。 フレーミングハム駅1959年駅舎内1959年フレーミングハム駅はアムトラックの乗客とマサチューセッツ湾交通局通勤鉄道線フレーミングハムウースター線の乗客が利用するこの駅は屋根付き待合所のあるプラットフォームと車椅子でアクセス可能な車路で構成されている1990年代後半に建設されたこの駅は 地域路線バスと自転車駐輪場が利用できる。1885年に建設されたボストンオルバニー鉄道駅舎と荷物室は新しいプラットフォームの横に立つが鉄道の乗客には使用されていない。荷物室の小さな建物は駅舎から少し離れていて今は ATM が設置されている。2階建てのロマネスク風駅舎は有名なアメリカの鉄道建築家。 h.h. リチャードソンによって設計され、彼がボストンオルバニー鉄道のために設計した9つの駅の一つである。この金星の取れた建物は1975年に国家歴史登録財に登録された。当駅舎は1990年代後半に鉄道旅客の営業を終えレストランが入居している。駅舎のライトストーンの外壁は 不均等な段で建てられており、玄関や窓、屋根の周りには、不揃いの茶色い石が貼られており、素朴な表情を作り出している。中央にある破風の窓は、駅の両側に優雅に飾り付けられ、室内に明るい光が差し込む。駅の内部はもともと待合室を隔て、中央の段堂に面した、切符売り場があった。建物の一端には、ダイニングルーム、ビュッフェ、喫煙室等があり、 二階にあるキッチンへの階段があった。また反対側には小さな婦人用待合室とトイレ、電報室、荷物室等があり、二階にあるオフィスへの階段があった。二階の階段と空間は保存されている。アボタの列車1977年レークショア、リミテッド号1977年旧駅舎を利用したレストラン2009年、アムトラックの停車する列車は、下記の通り、 マサチューセッツ湾交通局の停車する列車は下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。